はい、どうも、ゆきです。ですね、今日ですね、渋谷の、ツイッターでですね、あるんですけど、渋谷のですね、タバコ屋、道玄坂のタバコ屋っていうところに、行ってまいりまして、でですね、適当にレアタバコをですね、レアタバコというかですね、まあ、たくさん買ってきたわけですよ。はい。でですね、今日5200円分ぐらい、タバコをね、買ってきたんですけど、でね、まあ、そのタバコを、今日はいろいろレビューしたいと思います。では、まずは、一番その中で高級だった、こちらでございます。ピースの、ザ・ピースとかって前出てましたけど、ザ・ピースと値段同じなのかな？ピースクラシックというね、こちらでございます。70周年、ピースが発売して70周年記念するやつです。タールが10ミリ、ニコチンが 1.0 の、ザ・ピースとほぼ同じ感覚というか同じですね。ザ・ピースっていくらだったっけ？これ前買ったけど、ザ・ピが、あれ、それよりさ、だってさ、これ紙なんですけど、これ、ザ・ピースがさ、なんか、金属だったっしょ、これ。ここの箱がさ、なんか劣化したよね。あれ？劣化？あ、劣化してない。劣化したと思ったら、この中に、箱の中に、じゃんじゃじゃん。じゃじゃじゃん。ザ・ピースと同じ、あれが入ってました。金属の。アルミの、アルミ製の。入ってましたね。そうそうそう。これよ、これ。これが欲しいんですよ、むしろ。1500円払ってね、このね、このシガレットホルダーが欲しかったっていう、だけの可能性もある。中がこのようになっております。まあ、ザ・ピースとほぼ同じですね。ほぼ同じどころが、まあ、全く一緒だよ、これ。で、このフィルムを剥がすと、ペリペリペリと剥がして、このバニラ香ね。このバニラ香ですよ。ピースの、ね。代名詞のバニラ香。こんな感じになって入っております。はい。ピースクラシック。さあ、ザ・ピースと何が違うのか。多分何も違わないと思うんだよな。なんか違うのかな。はい。似た感じがこんな感じになってますね。多分味何も変わんないんちゃうかな。俺は思うんですけど、すっごいバニラ香っていうかね、なんかね、もうね、バニラのね、をね、上限超えてね、なんかね、薬品っぽくなってる、匂いが。これ、ちょっと、バニラの匂い強すぎねえか。もうね、なんかね、だからもうバニラじゃなくなってるね。バニラの香り強すぎてなんか、もうバニラじゃなくなってる、なんか。うん。この匂い、ものすごいわ、これ。なやこれ。もうバニラじゃないぞ。バニラじゃない何かの香りがする。ここら辺ぐらいで匂ってる部分にはいいんだけど、もうね、吸うとね、その香りがすごい来るんですよ。ものすごい来る。
やっぱ個人的にあれやな、これダメやな、うまくないな、普通に1500円払ってもこのまずさは、あのピーカン買った方がいいわ。あのショートピースがやっぱ一番うまいね、ピースシリーズでね、個人的に。缶ピース買った方がいいわこれ。だって缶ピースあれ1000円ぐらいでしょ値段。これは缶ピース買った方がいいわ。まずい、匂いがもうまずい。でね、多分ザピースとね何も変わんない、味はほとんど変わんない。うん、なんか変わったんか。これただ見た目だけ変わってさ、名前だけ変わっただけじゃないの？これそんな気するけどね。じゃあ何が変わったんだろうこれ。全然わからん。うまくねえな、もう香りが。もう香りが全てをぶち壊してるね。味も、そっぺもねえわ。もう、味なんてもう感じねえよ。匂いがすごすぎて。もう味なんて感じない。やっぱショートピースだな。缶ピースって今いくらやったっけ？缶ピース多分1000円ぐらいやねんな。それ買った方がいいと思うぞ。あ、1150円か。絶対こっちの方がうまいと思うね。うん。絶対缶ピースの方がうまい。これはもう、味っていうかね、香りがね、全面に出すぎてね、味がね、ほとんどしない。これダメだ。これはあかんぞ。ん？え？ザ・ピースって1000円だったんだ。ってことはこれピースクラシック1500円やで、これ。1500円もしてこの味？ええー、マジで言ってんの？1500円もすん。ザピースが1000円やねん。多分味何にも変わんねえぞ。ザピート。ザピート何にも変わんねえよ。これは劣化としか言いようがない。ただ単にザピが、値段1500円になっただけですね。これはあかんぞ。まずい。ものすごくまずい。マジか、こんなに俺1500円出したのか。まあ何事も経験ですからね。あくまで経験ですから。1500円で買ったのはまあ、あれだよ。あ、もう、経験ですよ。何事も経験ですから。っていうことで、まあ多分雑費と何も変わんないです。うん。なんか若干燃焼時間が長くなっているような気もするけど。まあ缶ピース買った方が間違いないっすね。缶ピースのうまさはもう、缶ピースを開けた時の、香り？もうこっちはね、もうなんかね、いわゆる着色料の匂いがする。っていう感じ？着色料使っただろ、これ。っていう、もう匂いがプンプンするんですよ。着色料香がものすごい。とにかく、
着色料を使っ、着色、うん、違う、間違えた。香料ですね。着色料、違う、間違えた。香料です。香料を無理やり使って、バニラを表現したけど、全然バニラじゃないっていう。んな感じ。んな感じや。全然バニラじゃないって。だから、本当にショートピースっていうか、まあ、缶ピースを開けた時の香りの方がはるかに自然ですよ。これはね、吸ってでもわかるけどね、臭い。もう臭い。なんか。ものすごく臭い。なんじゃこれって。香料の、香料まみれじゃねえかって。お前、これでお前、20本でお前、1500円。俺、これ金飛ぶやん。完全金飛ぶやん。完全にお前金飛ぶやん。完全にお前。これ1500円を金飛ぶにしたぜ、これ。金飛ぶやで。雑費予感まずいって。いや。雑費と多分何も変わんない。何も変わんないけど値段だけ上がりましたみたいな。JT 悪どいなぁ。これは一つ押し。まずい。その一点につき。それではご視聴ありがとうございました。